大前寺は、高知県須崎市に所在する高野山真言宗の寺院。三号は、高野山。本尊は、工房大師。別名は、須崎高野山、二つ石大師。四国八十八箇所霊場番外札所。四国別格二十霊場第五番札所。四国三十三観音霊場第十四番札所。土佐七福神霊場。福六寿札所。本尊真言。 名無大市返上今後御栄下、皆人の善を、須崎の高の寺派の音さえ、法の声かな須崎市街地の南西端にある丘陵に位置する。丘陵の下の街中の道路脇に大市堂があり、階段を上った丘陵上に、首楼、本堂がある。農協所は、大市堂から東に回り込んだ本坊の中にある。さらに、本堂の右側から背後へ上っていくと、 こと宮が祀られている。二つ石大師伝承によれば、現在寺院がある丘陵は、須崎湾に突き出た岬であった。ここには、波の二つ石と呼ばれる二つの巨石があった。ここを通る際には、通常は丘陵を越えて通行していたが、干潮時は二つ石の橋を通行していた。しかし、ここは、土佐の親淵とも呼ばれる難所で、突然の大波にさらわれる海難事故が絶えなかった。 この岬は、霊峰、石槌山の南端にあたるとされ、不条の者がここを通ると海に出会い難に会うのだと、言われた。平安時代前期の公認6年空海が42歳の時、四国霊場改装のため巡釈中に、須崎を訪れた際この話を聞いた。空海はここで、海南死亡者の母大を弔い交通安全を、祈願した。その後、ここに、 大主導が結ばれたとされている。やがてこの大主導は二つ石大師と呼ばれるようになった。二つ石は長年の波頭で周囲に土砂が堆積しり口となった。昭和初期には防波堤が作られ、現在二つ石は土中に埋まっている。大前寺この寺院の名は土佐藩の豪商、美の屋が江戸時代後期の文化12年に編纂した南度史に記録されている。もともと 八幡山ヤマミ院大善寺といい、大和国ハセ寺の僧坊、小池坊の松寺であったと伝えられ、現在地より東寄りの古市町にあり、本尊は阿弥陀如来で、八幡神社の別当として、松寺十七火事を従える大寺であったと伝えられている。しかし、宝永四年の宝永地震による津波で流され、古城山の麓に移ったとされている。明治時代初期の廃物希釈により、 廃寺となったが、明治29年廃寺となったことを惜しむ神徒によりに、追志大師の上部に寺院が復興された。本堂四国別格二十礼条四、鯖大師本望号大前寺六、両光院。ありがとうございます。